ってるけど、三振も多いイメージがありますけど、時にはまんぶりしすぎないで、ミート力を上げたらいいと思います。キャッチじゃなくて、ティーバッティングで、バットを内側から出すイメージが、うちの練習したら。見てる限り低めが全部空振りなの、うん、佐藤選手ちょっとしか曲げてないので、うん、もっとちょっと曲げた方がいい。牧選手は守備があんま足りないと思います。右側の打球とかを練習されてると思います。バッティングではすごい活躍してるし、すごいいいバッターだけど、守備がちょっと全然どうだろう。二遊間とかの打球とか、なんかショートの大和選手とかが打ったりすることが多いので、守備範囲が狭いっていう。山本選手は去年はホームランを取ったじゃないですか。でも今年はちょっと打てなさすぎたかな。自分の中で物足りな。打つ時にバットのボールがバットの下に入ってて、擦ってるというか、ちゃんとマシンに当たってるのかなって感じ。ちょっと調子悪いのかなと思います。